はい、もちもち TV のもちです。ジャニーズジュニア全172人にファンレターを出してみたシリーズの7人目の返事が返ってきたので、今回はそれを紹介したいと思います。で、今回お返事をいただいたのが、ボーイズ B の上垣浩介くんですね。皆さん、ボーイズ B の上垣浩介くんご存知でしょうか？まあ、知らない方も結構たくさんいると思うんですけど、まずそもそも、ボーイズ B 自体が、一昨年誕生した新しいジャニーズジュニアの関西のグループで、で、平均年齢も低めなので、で、今回お返事をいただいた上垣浩介くんも13歳の中学2年生ということで、まだまだ将来も期待できる未来のあるグループなんですけど、まあ、とりあえず今回返ってきたお返事がこちらですね。まあ、読みたいと思います。応援ありがとうございます。2022年の目標は、勉強を頑張って学力を上げる、パフォーマンス力を上げる、ボーイズ B の知名度を上げる、ファンの方を大切にするなどです。 YouTube 頑張ってください。上垣浩介ということで、今回4つ箇条書きでこの目標を書いていただいたんですけど、まず上垣浩介くんがどんな子かっていうと、まあ、とにかく可愛らしい子なんですね。とにかく可愛らしい子で、まあ、みんな平均年齢がボーイズ B 自体が若いので、まあ、それもそのはずなんですけど、で、この年齢にしてもアクロバットができるということで、まあ、ダンスの面でも将来楽しみで、で、スノーマンの阿部ちゃんに憧れてるということで、で、こちら見てください。まあ、2022年の目標はって聞かれて、一番上に勉強を頑張って学力を上げるって書いてあるじゃないですか。これがちょっともうほんと知識の面でも頑張るぞっていう、ちょっとスノーマンの阿部ちゃん、まあ、結構クイズ番組とかでも大活躍してるので、まあ、同じ路線に行きたいなっていうのがちょっと伝わってきますよね。で、パフォーマンス力を上げる、ここはもうすでにアクロバットができるということで、いや、これも楽しみで、ボーイズ B の知名度を上げる、ファンの方を大切にする。このファンの方を大切にするっていうのも、もうこのファンレターを返していただいただけで、ほんとその感じが伝わってくるので、で、最後の YouTube 頑張ってくださいっていうのも、まあ、チャンネル名は明かしてないんですけど、まあ、本当に親切で心優しい子っていうのが伝わってきますよね。はい、ということでですね、今回上垣浩介くんのファンレターの返事を紹介したんですけど、このボーイズ B 自体が本当に未来のあるグループだと思うので、まあデビューとなるとまだ結構先の話だと思うんですけど、まあ今後注目していきたいですね。はい、とりあえず今回の上垣浩介くん、皆さんも応援注目してあげてほしいなと思います。はい、以上、もちもち TV でした。